ただいまから開会式を行います。昭和38年第14回 NHK 紅白歌合戦、現存する紅白で一番古い映像です。この回の視聴率が紅白史上最高 81.4%、 大物の名たるスターが出演しました。この回のフィナーレは蛍の光ではなく、来年を控えていた東京オリンピックにちなんで東京五輪音頭で締めくくったんです。そして翌年昭和30年